それでは、はい、はい。皆さんおはようございます。また本年もよろしくお願いいたします。えー、まず冒頭、私からもお元旦に起きました、能登半島を中心とする大地震におきまして、まあ、多くの方々が犠牲となられました、えー。心からご冥福をお祈り申し上げ、そして今なお、被災をされて、えー、避難生活を余儀なくされている方々に、 心からお見舞い申し上げまた懸命な救出また復旧活動されている全ての方々に対して心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思っております、まあ、私としましては、まあ、あのいずれの時点、えー、ぜひ現地に伺いたいまた、まあ、長谷知事とも窮地の中ですのでお話を伺いたいと思いますけれどもまあ、邪魔にならない ということ、そして、どういうアプローチがいいのかということを含めて、少しやりとりはさせていただきたいというふうに思っておりますが、まあ、一番私の頭の中にあるのは、やはりこれだけ、えー、寒い状況の中で、えー、過酷な避難所生活、えー、まあ、あの、2万6千人ぐらいの方が、えーまあ、避難所で生活をされているということでありますが、 まあ、六千箇所ぐらい、えー、ホテル宿泊施設を確保されたということでありますが、まあ、できる限り、そういったものを全国で広く受け入れて、そして、えー、まあ、寒い状況でないところで、またお風呂も入っていただける。そして、精神的なあ安定というものが少しでも得られるような場所で休んでいただける。まあ、こういった、あー 状況というものが取られるように、まあ、政府や石川県に対しては求めてまいりたいと思いますし、まあ、我々国会議員として協力できるところはえさせていただきたいというふうに思っております。まあ、脱出感にも羽田空港で、えー、大変な事故が起きました。まあ、私国交大臣を経験をさせていただきまして、えー、海上保安庁も国交省の管轄でございますし、 また日本航空の再生に関わったということで、複雑な思い、そして、えーまあ、悲しい思いで、あの事故を見ておりました、えー。解放の5名の殉職された方々に対して、えー、心からご冥福を祈り申し上げたいと思っております。まあ、あの、なぜ事故が起きたのか、再発防止策については、まあ、しっかりと検証をして、そしてそれが、はい 見出されなくてはいけないというふうに思っておりますし、えー、まあ、あの、急がなくてはいけないけれども、焦る必要のない、えー、テーマであると思っておりますので、えー、今の羽田の完成のあり方も含めてですね、まあ、しっかり検証されることが重要であると、こう考えております。まあ、その中にあって、日本航空の、えー、私はあ、スタッフの方々、 またサポートされた全日空や羽田空港の方々の対応は素晴らしかったと思います特に、えー、379名全員が脱出をできたと、えー、いうことについてはまあ本当に、えー、感激を覚えるぐらいの、えー、素晴らしい、えー、私は対応だったと思っております新人の CA の方々も何人かおられたと伺っておりますけれどもえー チーフが機長と連絡を取り、そして大声で、えー、市営同士が連携を取りながら、えー、八つある非常扉のうち、どの扉が開ける、開けられるのか、開けてもいいのか、ということを判断をし、えー、三つの扉から、あ、脱出を、えー、促していく。えー、ハンカチや、あるいはタオル、そして背をかがめて、 そして、えー、的確な指示がなされたと聞いておりますし、また、しっかり誘導ができた、えー、というふうに伺っております。えー、そして荷物を持ち出そうとした方に対しては、絶対に荷物を持ち出さないでくださいということを何度も指摘をし、そしてとにかく人命第一ということで、えー、あの救出を え、貫通された方々に、あの、心から敬意を表したいと思います。機長が最後に、すべての座席を調べて、そして何名か残っておられた方がおられるみたいでありますけれども、その方々も、え、脱出をさせて、一番最後に、え、機長が脱出をされたということ。まあ、当たり前といえば当たり前のことでありますけれども、他国の 沈没する船などでは、えー、船長が真っ先に、えー、逃げるというような事例も見られる中で、いつ火の手が回るかわからない、爆発するかわからないという極限の状況の下で、えー、そういった対応をされたということについては、本当に頭の下がる思いで心から気を表したいと思っておりますし、まあ日光の再生をお願いをした稲森和夫さんもですね、 天国からよくやった出がしたというふうにおっしゃってるんじゃないかと、そういうふうに感じております。まあとにかく、なぜ事故が起きたのかということについての点検をですね、しっかりとしていただくということが大事なことではないかと思います。さて、教育無償化を実現する会として、いよいよ1月26日から通常国会を迎えるということになります。 我々は、当面のとおり、教育の無償化、教育予算の倍増、奨学金の返済免除、この仕組みを作ることこそが日本再生のセンターピンであるということで、この党を立ち上げました。ただ、5人では話になりません。まあ、国会の活動においては、他の野党と、あるいは場合によっては与党とも政策協議をしながら、 え、節約実現のための取り組みをしっかりやっていきたいというふうに思っております。教育無償化を実現する会として、この国会でまず取り組むべきことは、え、能登半島で起きた地震の復旧復興、これについてしっかりと、え、現地での調査、ヒアリングも行った上で、建設的な提言を行っていくということ。これが一つ。二つ目は、やっぱり政治改革ですよね。 裏金の問題が、これだけ、取り上げられ、顕在化をし、そして、逮捕者まで出るということになりました。政治不信、極まらりという状況であると思っております。これについて、我が党としてもしっかりとした考え方を示すということが、大事なことであろうかと思います。今後、詳しくは議論してきますけれども、私自身、今、 ああ、党内、あるいは他の野党に対してもしっかりと議論していきたいと思ってますのは、やはり、企業団体献金の禁止、えー、これをまずしっかりと打ち立てることではないかと思います。政党助成金があるにもかかわらず、差額の企業団体献金を、えー、特に自民党は受け取っていると。まあ、団体からは数千万円の、 あるいは億単位の献金を受け取っているということでありまして、これはまさに二重取りではないかという指摘はが当たるわけであります。我々、教育無償化を実現する会は、企業団体はからは献金はいただかないと、こういった考え方の下で活動してまいります。正当助成金との二重取りというような 状況になっている企業団体研究は廃止すべきであるということは柱に据えていきたいというふうに思っております。またパーティーにつきましてはですね、えー、これは、あある程度のやはり資金は必要であるということの中で、正式にパーティーというものについては、認める前提には立ちながらも、この二重通りの問題と同,同様で、やっぱり政治家個人が行うものについては認められるべきだと思いますが、 政党や、まして派閥がそれを行うことについては、やっぱり現に包まなければいけないんではないかと、まあ、こう思っておりまして、まあ、こういったことを中心にですね、我が党としても考え方をまとめてまいりたいと、まあ、このように考えております。そして、まあ、最も我々のレゾンデートルである教育の無償化については、ではどう実現をしていくのか、五人の国会議員でどう実現をしていくのかということでありますが、 立法作業に取り掛かりたいと考えております。まあ、これについては、教育の無償化を実現するプログラム法なのか、基本法なのか、あるいは、あまあ言ってみればあ、トータルの体系だった法律なのか、これは衆議院法制局の皆様方にもアドバイスをいただきながら進めていきたいというふうに思っておりますが。が何らかの形で、やはり通常国会に法案を出したいと思っております。まあ、それと、 別個にするのか、あるいは統一とするのかは別でありますけれども、えー、岸田内閣としては、えー、三人以上のお子様がおられるご家庭において、大学、の無償化、というものを、えー、まあ、考えておられるようであります。ただ、これもですね、えー、まあ、所得制限がないということについては、我々と同じ考え方でありますけれども、えー、一人が、あ、 扶養から外れるということになれば、三人以上いてもですね、えー、その二人がまだ大学になっていなければ、えー、授業料免除を受けられないと、無償化にならないということで、まあ、風呂敷を広げるという言葉はありますけれども、風呂敷を畳んでいっているような話でございまして、えー、これについては、やはりしっかりとした対案というものを示さなきゃいけないし、まあ我々、五名でヒアリングを文科省、内閣府から、 昨年末に行いましたけれども、えー、少子化に対する危機感というものが前提であるということを言いながら、じゃあなんで3人以上なんですかということを言っても、明確な答えがありませんでした。少子化に対する明確な危機感を持っているのであれば、切迫した危機感を持っているのであれば、1人から無償化にすべきであるというのが我々の考え方でありまして、まあ、そういうものの単位になるのか、えー、どうか別にして、まあ、しっかりと、 えー、我々としては、そういった法律を出して、ただまあ5名ですので、どこかの政党と協力をしなければ、法律は出せませんので、そういう意味におきましては、他の野党との協力をしながらです、ね、しっかりとそういった法案をまとめ、提出にまでこぎつけたいと、こう考えているところでございますまますすず私からは以上でございいいよろししくお願いいたします。 はいそれでは、えー、皆様方からのご質問をお受けをしたいというふうに思います、えー、ご所属先とお名前を言っていただいた後でご質問をお願いいたしますはいじゃあ一,一問後ろの資料自治通信の大塚です、はいえー、政治改革についてなんですけれども、はい、自民党は本日ですねあの政治刷新 本部というものを立ち上げまして今日初会合なんですけれども、まあ、菅さんなど派閥解消を訴える人もいる一方で、麻生さんですとか、茂木さんですとか、派閥の領収もたくさんメンバーに入っている、派閥のメンバーもたくさん入っている状況ですけれども、この自民党の組織で改革が可能かどうか、どのように見ていらっしゃいますか。はい、まあ、全く期待できないというのが、私の認識であります。まずう その人員を揃えただけという感じがしますし、総理からはリーダーシップを取る明確な意思が感じられないということであります。まあ、こういったものは、やはりリーダーがですね、自分自身はこう考えるというものをしっかりと示した上で、えー、まあ,あ、派閥解消、あるいは先ほど申し上げたように、企業団体研究は禁止するとか、あるいはパーティー権、えーえー その政治資金パーティーについては、党や、あるいは派閥では禁止するとか、まあ、そういった明確なリーダーの意思があって、そして初めて私はあ、そういう組織は、いろんな方がおられてもまとまるんだろうと思います。自分のトップのリーダーの明確な意思がないまま、とにかく人を集めました、みんなで議論してくださいというのでは、とてもじゃないけれども、私は期待する答えは得られない。 ではないかと思っておりますし。えー、まあ、そういった、ものは作られたということは認識をしますが、期待はしておりませんけれども。議論の推移は見守りたいと考えております。関連で朝日新聞の松井です。自民党側としては、あの、政治家新本部。 党の議論の中で、銀行振り込み、あのパーティー中年についてです、ね、銀行振り込みにして、現金の術をやめるんですとか、または党による監査について、総理自身もすでに言及されています、こうしたすでに打ち出されている内容については、どのように受け止めていらっしゃいますか、はいまあ、あの昨年にこの党を立ち上げたときに、まあ、私の思案として申し上げたのは、まあ、私自身も正式にパーティーは、あー 行ってきてきおりますすけれどもととにかく現金の授示は禁止するとただ現金で持ってこられた場合は、必ずそれは振り込むと、そして、えー、銀行口座で管理をして、それについてはあ、まあ、公表していくと、まあ、個人情報に基づくところは黒塗りでいいと思うんですけれども、必ず銀行口座、指定の銀行口座あを介して、そして情報解除をしていくと。 いうことは必要だというふうに思います、まあ。監査についてもやるのは当たり前でありまして、その銀行口座、現金での自受をやめる銀行口座を通す、あるいは監査をつけるということで、えー、この問題は解決すると思ったら、それは全くもって大間違いであると考えておりまして、まあ、それはあワンノブゼムに過ぎない。やはり大事なところは、企業団体献金の禁止まで踏み込めるか。 そして政党や派閥では正式にパーティーを行わないといったことまでちゃんと踏み込めるか。あるいは派閥の解消まあ政策集団というのはいいと思うんですよ。ただ政策集団で別に、あの、正式パーティーをする必要は私はないと思いますので。みんなが、手弁当でお金を持ち合って、講師の方々の講師と、あの、お金とか、あるいは食事代があるんだったら自分で出したらいいと思うわけで。まあそういった意味においては、派閥や そういったものが自分が政治資金パーティーを行う必要ないと言ったところまで踏み込めるかどうかそれがポイントだというふうに思いますありがとうございますもう一点ですが立憲民主党の泉代表がミッション内閣を各野党に提唱して呼びかけをしていますこれについてどのように受け止めてらっしゃるかあの協力の可能性についてもお聞かせくださいはい まあ、あの、私どもの政党を立ち上げたときに、えー、政策本位で、非自民、非共産、あの、お野党協力、野党結集を進める。この基本は変わりません。その中にあって、まあ、立憲さんがそういう呼びかけをされることについては、前向きに受け止めたいというふうに思っておりますが、まあ、憲法の問題ですとか、安全保障の問題、 そして、えー、原発の問題、エネルギーの問題、まあ、そういったものについて、やっぱりしっかりと一致するかどうか、といったところが、特に政権を共に組むということになれば大事なことだと思いますので、まあ、その点については注視をしていきたいと。どのようにリーダーシップを泉代表が発揮されるか、ということについては注視をしていきたいと考えております。 毎日もその親にと申しますあのちょっと話題変わりまして、あの京都市長選なんですけども、今<あ>年も明けまして、国人まであと、まあ、10日となっています。で,す、ねはいでえー、まあ,あ、前田さんと、まあ、教育無償化実現する会にとっては、まあ、こう初めて望、まあ、む地方選ではありますけれども、はい、本格選挙という形になると思います。で、ここまでの,その推薦候補の、まあ、実際現地での,その手応えでありますとか、感触、それと、まあ、改めてですね、 えー、まあ維新とともにあの推薦候補されているわけですけれども、えー、そのお協力体制のあり方と、はい、で、まあ京都市長選時代何が問われる選挙なのかというところを教えていただけますでしょうか。はい。まあ一昨年の夏に参議院選挙がございまして、維新の楠薙裕子さんという方を まあ、国民主党、京,京都府連のみならず、国民主党として、まあ、推薦をさせていただいて、まあ、そこの協力関係の中から、去年の4月に行われた統一自治体選挙において、京都市会では、維新さんと、京都党さんと、国民主党、京都府連が統一会派を組んでおりまして、まあ、18名、えー、今最大会派と並ぶ、 人数でありますけれども、まあ、その会派のメンバーになっています。そして、その会派が中心となって、今回、公、ま、者、あ、を擁立をするということで、村山翔平さんを予定候補として、えー、我々、えーまあ、推薦決定をさせていただいたわけでありますけれども、今までのところは、えー、まあ、思った以上に、 仲良く、そして、えー、しかし、京都の政治を変えるんだという意識の中で、まあ、いい選挙準備ができているんではないかと、まあ、こう考えております。あの、選対本部も、おまあ、私を入れると4党になりますけれども、4党で構成をしておりまして、えー、維新の藤士さんが選対本部長、そして私と、 国民民主の北岡不義が、不義、そして維新の、えー、堀場代議氏が顧問ということで、共同党のメンバーも入られて、選、え、対、ー、本部の会議を何度か行っておりますし、私も参加をしておりますけれども、まあ、うまく連携ができて、まあ、いい,い,い準備ができているのではないかというふうに思っております。まあ、心配をされました。 まあ結局、共産党が推す候補が行付の利を取るんではないかと、まあいうことについては、まあ我々の自前の調査においては、今そういった状況になっておりません。やはり、え、自公、そして立憲さんが推薦される松井さんとの一騎打ちになっているということでありまして、まあそういう意味では、えー、 まあ今まで一本化しなきゃ共産党の市長が単調するんだというような、ある種の、まあ、まあ、まあ、健全ですね。まあ、こういう状況にはなっていないし、やはり、あの、やってよかったと。つまりは、共産対オール与党の選挙もやめるんだと。えー、首長選挙やめるんだというチャレンジをしてよかったというふうに思っております。 で、今回はですね、私はやはり、角川市長16年間、もちろん、プラスの面もあれば、マイナス面もあります。光と影、両面あると思いますけれども、やはり影の部分については、まあ、財政があ、政令都市の中でも最悪の状況になっていると。まあ、これが新たなあ投資経費につながっていかないということでありまして、えー、かなり、 大なたを振るって、え、京都の、歳出構造を見直す、ことを、私は村山さんに期待をしています。えー、まあ、当然ながら、削られ、削られる方は、批判をされる面は出てくると思いますけれども、まあ、そういった、しがらみのないある意味で、まあ、松井さんは数百の推薦団体から推薦をいただかれて、選挙戦をやっておられると思いますけれども、我々は、ほとんど、そういったものはありません。 まあその中にあって、やはり、しがらみのない観点で、京都市政の今までの歳出構造を見直すことができると。そして、えー、教育の無償化。あえーまあ、例えば、18歳までの医療費を、えー、窓口負担をゼロにするとか、中学生までの給食を、えーまあ、2年以内に実施するとか、あるいは教育費の無償化。そしてまた、えー、京都で大学を卒業して、 京都で就職をされた方、京都市内で就職をされた方については、この奨学金についての肩代わりをしていくとか、あらゆる投資経費というものを人への投資を中心にやっていくと。こういうことでありまして、既存の歳出の見直しと、そして人への投資を中心にしっかりやっていくということで、私はやはり、 過川は後継には思い切った改革はできないんではないか。やはり継続をとるのか変革をとるのかというのがですね、まあ、今回の京都市長選挙の私は想定になるんではないか。まあ、そう思っております。ありがとうございます。 京都新聞の岡田ですあの先ほどの通常国会のことでお尋ねしたいんですが、はいまあ、与党と野党と、まあ、政策協議しながら政策を実現したいということですが具体的にその協力の形といいますか例えば他の野党と会派を組むとかです、ね、そういった何かイメージがあったら教えていただきたいのと、はい、最後の,あの教育無償化の法案ですけれどもこれもどこか具体的に協力したい政党なり何かこう協力のイメージがあれば お願いいたします。はい。まあ、あの、これは、あの、徳永幹事長が中心となって、ええー、まあ、いろんな話し合いを今している段階でございまして、まあ、現段階で皆様方にご報告することはございませんけれども、まあ、ご認定の政党ですので、法律を出したくとも出せないと、ええー、単独ではですね、というところは、我々十二分に認識をしておりますので、何らかの、やはり、えー、知恵と、

まあ、あのこれも検討対象にはなりうる、十二分になりうると思います、まあ。私も党代表をやらせていただいて、そして、えーまあ、この在り方について、えー、見直すところがないかと言われれば、見直すところあると思っておりまして、まあ、どういう見直しをするかということについては、まあ、今後、党内でも、えー、検討していきたいと、こう考えております。 はい。これはもう明確に私は安全保障調査会長をやっておりまして、党の安全保障調査会としての提言をまとめました。これはあの岸田さんにその提言を提出をしたわけでありますが、その間様々な方々にヒアリングをし、そしてその方々に対する、まあ、謝礼交通費、そして文書をある面については、 部分についてはその専門家の方に文書を作っていただくとまあいうことでそのものを当てたとまあいうことでありますはい、はい、他にございますでしょうかよろしいでしょうかはいじゃあこれで会見を終了させていただきます、はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました